皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですけども、当たり前すぎて気づかないというテーマでお届けいたします。1995年頃のことでした。私の勤めていた会社はですね、あらゆる部署で IT 化が始まりました。そうです、Windows 95 というですね、オペレーティングシステムがマイクロソフトから発売されたためです。それまで文書作成ができるワープロが一般的だったわけです。それが次々とですね、Windows 95 が搭載されたパソコンが導入されるようになったわけです。Windows 95、いわゆるパソコンをですね、使うと文書作成の他にも表計算とかグラフィックなど一気に表現できるものが増えました。私は量販店のマーケティングとか販売促進の部署にいましたので、それまではポップと言われるものは手書きだったわけですね。ところが、パソコンの導入に伴ってですね、ポップの作成するソフトを買ったんです。確か当時100万円ほどしたと思います。これによってポップ作成は職人的な仕事からですね、誰にでもできる仕事になりました。これを皮切りに次々と IT 化は進み、ついに新聞折り込みチラシもパソコンで作ろうということになったわけです。この構想によって Mac の G3 というパソコン、そしてイラストレーター、Photoshop というソフトを購入しました。そしてですね、印刷のデザイン料と反射代金が浮くことになります。そして印刷代金は結果年間1500万から2000万の削減に成功したということですね。この時私は実感しました。 IT 化というのは素晴らしいと。その次にやってきたのは E メールでのコミュニケーションです。私が勤めてた会社は部署によって建物がこう別々でした。ちょっとした書類もですね、わざわざ移動してこう届けないといけなかった。晴れてる日はいいんですけども、雨風、そして冬は雪が降ります。この時は移動は結構大変でした。しかし、メールを使えばですね、移動しなくても書類程度ならこうやり取りはできると。これによって社内外のコミュニケーションは爆発的に効率化に成功したわけです。このようにですね、IT 化の黎明期にはいいことばかりで悪いことは少なかったように記憶しています。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。ところが、2005年以降は様々なデメリットも顕在化してきたわけです。個人情報やセキュリティをはじめ、IT 化やネット社会についての問題が噴出しました。私自身ですね、困っていることがあります。おそらくこれは私だけではなくて皆さんの中にもいらっしゃるはずです。皆さんは1日に何通ぐらいのメールを受信するでしょうか。私は1日に2、300通のメールを受信しています。朝から晩まで社外に出てメールを受信する環境にない場合、恐ろしいことになるんですね。戻ってくると一気に2、300通のメールを受信するということなんです。まあ、とは言ってもですね、そのほとんどが迷惑メール。仕事の程度のやり取りはですね、おそらくメールでは1日わずか10通から20通程度だと思います。これだけ迷惑メールが多いということですね。会社の代表アドレスはホームページで公開しているので、まあ仕方がないといえば仕方ありません。問題は受信したメールの中から必要なメールと迷惑メールを判断する手間。1日にですね、まあ、10分程度ぐらいの時間をこれに割いていると思います。今までも送信者の禁止とかメッセージルールの作成とかね、さらにはサーバー側での迷惑メール対策などを施してきたんですけども、対策した直後は減ります。しかし時間が経つとまた増えてきます。完全にいたちごっこの状態です。そして最近ではこの E メールだけではなくて iPhone にもですね、迷惑メッセージが非常に来るようになりました。この他 IT 系では Facebook 疲れなど SNS のコミュニケーションのデメリットも最近では聞かれるようになってきました。
IT 化とかネットですね、この恩恵を私たちは受けつつも大きなデメリットやストレスを抱えているっていうのが今現状ですね。さらにですね、こんなこともあります。パソコンがもしなくなったら、ほとんどの仕事がストップするという大きなリスクも我々は背負ってるわけです。私の生まれ故郷である新潟県三条市は今から9年前の平成16年7月13日にですね、集中豪雨が襲って市街地が浸水するとともに死者は9人、重症者は1人で、被害棟数は1935棟、被害世帯は7511世帯と甚大な被害を被りました。この時ですね、私はいろんな人に聞きました。そしたらですね、いち早く行ったことがパソコンを2階など水害に遭わない場所に移動した会社が多かったということなんですね。これほどまでにパソコンの中にあるデータは重要なものが多いということです。例えばお客様の名簿、お客様の購買履歴、設計図、デザイン、契約書、請求書などさまざまなものがパソコンのハードディスクの中には入っています。ネット書店のアマゾンの配送センターではですね、サトナブと呼ばれる携帯端末を持った人たちがコンピューターの指示通りに働いているそうです。サトナブがですね、本を棚から集める最も効率の良いコースをですね、表示してくれるわけですね。そしてもたもたしていると急げのシグナルが送られてくると。このようなですね、配送センターで働く人を見てアマゾンのマネージャーはこんなことをつぶやいたそうです。あなた方は人間の姿をしたロボットのようなものだとか、人間オートメーションと表現してもいいかもしれないと。まさにですね、コンピューターに支配された世界なのかもしれません。今私たちはコンピューターとの共存共栄を問われています。人間にしかできないことは何か、コンピューターにしかできないことは何か、そして人間とコンピューターの関係とは。パソコンがなければ仕事ができない環境にいながら、あまりにも短すぎて気づかないパソコンのありがたみ、これはですね、パソコンだけでなく人間関係にも言えると思います。当たり前に気づいて感謝できる人間になりたいものですね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。